はい、道山です。もっと子供と仲良くしたい、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は思春期の親子ができるおすすめの遊び、これをね5つ紹介したいと思います。はい、というのもですね、まあ仕事でもそうだと思うんですが、一緒に遊んだりすると結構仲良くなれますよね。で、これは親子関係も同じなんですね。子供と一緒に遊ぶ、一緒に時間を共有する、これをすると親子の仲っていうのはもう確実に深まっていくわけです。そして親子の仲が良くなればどうなるかっていうと、例えばお子さんがね何かに困った時に気軽にお父さんお母さんに相談できるようになるんですよね。すると不登校になる前に何かトラブルを解決することができたりとか、なんかいじめで悩んでるのを早めに解決できたりとか、そういったねプラスにつながっていくところがたくさん出てくるんですよね。で、さらにダメなことはダメって言える関係にもなりますよね。子供がなんか悪いことをしていたら、お父さんお母さんがね厳しく言えば、子供が素直に言うことを聞いてくれるようになるわけです。なので本当に親子関係を良くしていくとね、いろんなメリットがあるので、今日はこの遊びを通してね親子関係を深めていくっていう流れを詳しくお話ししていきたいと思います。で、5つ紹介していくんですが、ランキング形式で紹介していきます。5位から1位に順に話していきますが、5位の方が簡単にできます。で、簡単にできます。一方1位の方が難しいです。で、難しいけど効果は抜群な方法になります。なのでまずは5位から順に進めていって、できそうだったら最後1位までやっていただけると親子関係めちゃくちゃ良くなると思うので、ぜひ今日の内容を参考にしてみてください。はい、ではまず最初にですね、第5位からいきたいと思います。こちら何かというと、子供が好きなイベントに行くです。子供が好きなイベントに行く。例えばどういうことか、お子さんがアニメが大好きだとします。そしたら、結構ねアニメのイベントってやってますよね。ああいうところに一緒に行くってことですよね。それ以外にも、例えば子供がじゃあ野球が好きだとします。そしたら一緒に野球観戦に行くとか、子供が服が大好きだったら一緒にショッピングモールに買いに行くとか、こういう子供が何か興味を持っているイベント、これだったらお父さんお母さんがね一緒に行かないって言ったら大抵乗ってきますよね。もちろん乗ってこないぐらいの親子関係だったらそこから始めていかないといけませんが、ある程度の親子関係ができていたら子供を誘ってあげれば大抵喜んでついてくるわけですよ。なのでこれはね、非常に効果的な方法になります。でもお父さんお母さんがやるべきこともねそこまで大変じゃなくて、まあねコロナの関係でね今の時点でね、すぐに行けるかどうかはもちろん分かりませんが、基本的にはチケットを取って、そして一緒に行くだけで行けるのでね、まずはここから始めていただければと思います。はい、では次第4位いきたいと思います。こちら一緒にゲームをするです。ゲーム、まあ、ゲームが嫌いな子って本当にね少ないと思います。今の時代ね、ほんと9割ぐらいの子はねゲーム好きだと思います。で、親子関係がある程度良好であれば、例えば子供がねゲームしてる時に、何のゲームやってんの、ちょっとお母さんにもやらしてよって言ったら、あ、これねこうやってやるんだよって感じで教えてくれますよね。で、そこで一緒にやると。で、一緒にやることで共通の会話ができるので、その後の親子関係もどんどん良くなっていくっていうことですね。まあただこれなんでね、5位と比べてちょっと4位でハードルが上がっているかというと、結構ゲームが嫌いなねお父さんお母さんって多いと思うんですよね。なので多少はちょっとね自分の中で頑張ってやるってことが必要になってくるなって思うので、なので一応4位になっております。ただゲームが大好きなお父さんお母さんからしたらね結構簡単にできるところだと思うので、ぜひこちらもね一度お子さんにね、話しかけてやっていただければと思います。はい、じゃあ次第3位いきたいと思います。こちらは部活の練習に付き合うです。部活の練習に付き合う、どういうことか、例えば子供がねじゃあ野球が大好きだとします。そしたら一緒に、公園に行ってキャッチボールをするっていうようなイメージですね。とか、あとは、じゃあ子供がね野球が好きだったら一緒にバッティングセンターに行くとかでもいいかもしれません。で、こういったね子供にとってねその部活っていうのは結構生きがいなんですよね。まあクラブチームとかもそうだと思うんですけど、だからそれに付き合ってあげると、もうそれだけでね親子関係っていうのは非常に良くなります。もちろん美術系とかのねそういった部活もね全然できますよ。例えばじゃあお子さんがね絵を描く、そういったのが好きだったら一緒に絵を描いてあげるとかでも全然いいと思います。あとは部活を見に行くっていうのもこれに当てはまりますね。部活のね、大会を見に行くとか練習試合を見に行く、これもねやっぱ子供のねその練習に付き合ってるのとほぼほぼ同じなので、これもね非常に効果的な方法になります。もしお子さんがこういったね、部活とか、結構頑張っているタイプであれば、ぜひねこちらも一度やっていただければと思います。はい、では次第2位いきたいと思います。ここから徐々にハードルが上がってきますが、ぜひね頑張ってやってみてくださいね。こちら何かというと、家族
族旅行です。家族旅行、まあ、思春期の子、特に中学生の子とね、家族旅行に行こうと思うと、まあ、よっぽど親子関係が良くないとなかなかね、ついてくるって難しいと思うんですが、例えばですよ、子供が好きなイベントとかとちょっと重ね合わせると意外といけたりするんですよね。例えば富士急ハイランド、富士急ハイランドとかだったら結構ね、なんかいろんなコラボのイベントとかやってますよね。そういうのに誘ってみるとかでもいいですし、女の子だったらディズニーランド、これ結構女の子好きな子多いですよね。そういったところだったら、結構行きたいっていう子結構いらっしゃるかなと思います。まあ、もちろんこれもね、最初にお話ししたようにコロナの状況によってね、できるできないはあると思うんですが、まあ、多少落ち着いているところだったらね、ちょっと感染対策もしながらね、一緒に行くっていうのも一ついいかと思います。で、一番簡単な旅行って何かっていうと、近所でバーベキューをするですね。バーベキュー、うん、まあ、本当にちょっとね、車で15分ぐらいの公園とかに行ってね、バーベキューができるところで家族でやるとか、まあ、これもある意味小旅行みたいなもんですよね。こういったところから始めていただいても結構ね、いろいろお話とかも子供とできると思うのでね、まずはここもやってみてください。はい、そして第1位いきます。こちらかなりハードルが上がるんですが、ぜひやっていただきたいことです。何かというと、親の趣味に付き合わせるです。親の趣味、例えばあなた自身がね、じゃあ釣りとか山登りとか映画とか本屋巡りとかね、カフェ巡りとか、うん、サウナとかね、いろんな趣味ありますよね。大人の趣味、子供たちがこれに興味を持っていなかったとしても、親子関係が良くなってきたら一緒に行かないって誘えば結構ついてくることあるんですよ。で、これをするとどうなるかというとね、2つ大きなメリットがあるんですよね。1つは、子供はほとんど体験したことがないことなので、子供たちの視野を広げることにつながるんですよね。なので、例えばね、じゃあ山登りしたことない子に山登りをさせたら、もしかしたら山に興味を持って将来的に山に関する仕事をしたいって思うかもしれないですよね。だから視野が広がるので、これ非常におすすめの方法です。あとは、お父さんお母さんたちを尊敬するようになることがあるんですよね。例えば、じゃあお父さんが釣りが大好きだとしてね、一緒に釣りに行こうって言ってね、親子で行ったとします。その時にお父さんがね、めちゃくちゃ魚を釣ると、で、子供はなかなか釣れないってなったら、お父さんすげーってなりますよね。そうすると尊敬の眼差しで見られるようになるので、結果的にその後の親子関係が良くなったりするんですよ。なので、少しハードルは高いですが、ぜひできるんだったらね、一度親の趣味を誘ってみるっていうのもね、ぜひ最終的にはやっていただければと思います。はい、ということで今日は親子でできる遊びですね、思春期の特に親子にやってほしい遊びについて詳しくお話ししました。まあ、このチャンネルではね、こういった思春期の親子がね、どのようにしていったら子育てがうまくいくか、こういった話をいろいろしておりますので、まあ、もし興味があれば、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。